1月23日、伊予郡正木町津水の古城幼稚園にミキャンとダークミキャンをかたどった花車がやってきました。この花車は2月10日と11日に伊予鉄高島屋で開催される愛媛フラワーフェスティバルを PR しようと、県内の花屋で作る花キューピッド愛媛支部のメンバーが制作し、県内各地を巡っています。軽トラックの荷台には様々な色に着色したカーネーションやスイートピーが飾られ、ミキャンとダークミキャン、そして後方には尻尾が描かれていました。トラックが到着すると、園児はミキャンが来た、すごいと元気に駆け寄り、花の感触や香りなどを感じていました。お花に、親しみを持ってほしいかなっていうのが、だから、先生は触ったりしてるのが気になる、されてるけど、やっぱりお花もちょっと触ってみたり、ね、匂いを嗅いでみたりして、お花をちょっとに触れてほしいなと思います。今月いっぱい、これからあと北条、東予方面で、最終的には松山市内帰ってきて、もう1月いっぱいどこかでは走ってますので、はい、また声かけてください。綺麗かった。可愛かった。綺麗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 かった。可愛かった。なんかここ。そこ？そこ可愛かった。可愛かった。どんなところが可愛かった？顔。顔。顔。なんかいい匂いやった。いい匂いやった。いい匂いやった。最後に花車との写真撮影も行われ、園児たちはミキャンのポーズを撮って楽しんでいました。